カチカ島、開拓島。そこはかつて、溶岩と岩山に囲まれた、過酷な環境の島だった。これは、そんな不毛の地を、緑あふれる豊かな島にする物語。拠点、宿屋、工房、入国管理局。今や海岸線には様々な建物が立ち並び、過酷な島だった頃の面影は、だんだんと消えつつある。徐々に発展を遂げる、プカプカ島。さあ、今日は何をビルドしようか。どうも皆様、おはようございます。ビルダー愛を使用した際、斜めカッターの入れる方向がなかなか定まらない系ビルダーの、タンポポでございます。前回、パート5で建築したパステルカラーの工房の隣に、住民名簿とベルを備えた赤い屋根の入国管理局をビルドし、加えて、その前に港を開発するための基礎工事を行いました。島の南の海岸線は建物も増え、少しずつではありますが、街のようになってきているかと思います。で、前回もお話しした通り、今回は入国管理局の前に、港をビルドしていきましょう。前回ビルドした木製の橋のおかげで、海に伸びる桟橋のデザインは大体定まっていますし、港に関しては、さっくりと仕上げる予定です。ただそれだけだと港として、あと動画の尺的にもちょっと寂しいですので、今回は港に加え、船のビルドもしようと考えています。様々な種類の船がありますが、やっぱりドラクエの世界観的には反戦ですかね。歴代ドラクエにはいろんな乗り物が登場しますが、やはり船を入手した時のワクワク感は、何物にも代え難いかなと思います。今回はそんな素敵な帆船も、この手で作り上げていきたいですね。それでは、港のビルドから進めましょう。前回の湾岸工事の際に開けておいた部分から沖に向かって、木製の桟橋を伸ばしていきます。使用するブロック、デザインは、つながりも考えて、前回ビルドした木製の橋のものをそのまま採用。まずは水面に向けて階段を配置し、そこを起点に桟橋を架けます。最初は桟橋の支柱を、畑の支柱にしようと思っていたのですが、試しに使用すると、少し細すぎたため、バランスを考慮した結果、丸太の上に木の床を置く形に落ち着きました。ちなみに今作っているのは踊り場の部分。ここから沖に伸びる桟橋の他に、もう一本、湾岸の堤防沿いの桟橋もビルドしていきます。全体的なバランス、あとこの先にビルドする帆船のスペースを考えながら、とりあえずの目安として、木の床をポンポン配置、堤防沿いの桟橋も、同様に木の床を置いていきます。現時点の状態だと、広すぎてバランスが悪いようにも見えるのですが、後の木箱などで、港らしい装飾を施していきますので、そのスペースも考えつつ、木の床を配置しています。大体の範囲が決まったら、あとは木製の橋のデザインを参考にしつつ、格子の床と木の橋を配置し、桟橋を仕上げていきます。それらのつなぎ目には、木の足場をペタペタ、実際には起伏のない平らな桟橋なのですが、様々なブロック、オブジェクトを使用することで、のっぺり感を薄めていきます。最後に柵や木箱で装飾を施せば、港の桟橋、完成でーす。入国管理局があるにもかかわらず、鎖国状態だったこのプカプカ島に、他の島からの玄関口となる港が、ついに開港しました。桟橋の規模はそこまで大きくありませんが、大量の木箱と樽を配置することにより、しっかりと港感を演出。前回ビルドした入国管理局も合わせ、これで他の島からいらっしゃる皆様を、お出迎えする準備が整いました。ですが、皆様がこのプカプカ島に来島するための手段がまだありません。ということで、動画冒頭でもお伝えした通り、次はそのための交通手段をビルドしていきましょう。船を迎え入れるための港が完成した後は、楽しい楽しい建造の時間。帆船のビルドに関しては今までと同じように、あらかじめ設計図と建材を用意しておきましたので、それをもとに、住民の皆様にビルドしていただきましょう。ちなみに今回の設計図、この動画シリーズはもちろん、私個人としても、初めての建物以外のビルドです。そのため、様々な船の構造を調べてみたり、あと流線形の船体の表現に苦労したりと、なかなか大変だったりします。設計図完成まで過去1時間を費やしましたが、まあそれはさておき、いざ、ビルドスタートです。
火事前のライトウと交易に使用される帆船ピカピカ号1世が完成しました。ですがまだ内装はありませんので、ここからさらに手を加えていきましょう。もう一息です。さあ、手直しも完了しましたので、今回建造した帆船ピカピカ号1世を簡単にご紹介しましょう。前回ビルドした赤い屋根の入国管理局南側の港に、青い空に伸びたマストと白い帆が美しい帆船ピカピカ号1世が入港しました。早速船に乗り込み、中をご紹介。甲板部分には大砲を3門装備、一応客船と貿易船を兼ねた船という設定なのですが、この世界、イツハーゴン教団の残党に襲われても不思議ではありませんからね。最低限の武装はしており、いざという時には応戦できるようになっております。そして甲板後部には舵ハンドル、ここで船の操舵を行います。次は船室の中をご紹介。いざという時の武装のほか、航海図に見立てた地図を配置しています。そして船底の部屋にも降りることができ、こちらには過酷な航海を乗り越えるための応急薬やベッド、あと交易品が入った樽や木箱などが置かれていますね。最後に甲板の中央部、メインマストに登ってみましょう。帆はすべて、白く染色したカーテンで表現。最初は布の床を使おうと考えていたのですが、それだと帆がかなり厚くなってしまい、この規模の船だとバランスが悪くなってしまうため、急遽カーテンに変更しました。ただ、カーテンは閉じた状態で配置されるので、設計図完成後、それを一つ一つ手作業で開かなければならず、地味な作業ながら、何気にそこが一番大変だったかもしれません。以上が、今回ビルドした、帆船ピカピカ号1世です。実はこちらの帆船完成後、このピカピカ島を公開設定しております。まだ完成している部分は全体の2割ほど、更新もマイペースではありますが、よろしければ皆様もピカピカ号1世にご乗船の上、気軽に遊びに来てください。ご来訪、心よりお待ちしております。ということで、今回の実況はここまでにしたいと思います。最後に恒例の、需要があるのかかなり怪しい。今回ビルドした設計図、および現在の公開コーナー。今回、初めて乗り物をビルドしたわけですが、いろいろと大変な部分があったものの、めっちゃ楽しかった。もし次回作が出るなら、乗り物をビルダーペンシルの要領で塊登録し、実際に乗り回せるような要素があっても面白そうだなー、なんて思いました。ドラクエビルダーズ3、私はいつまでも発売を心待ちにしております。それでは今回はこのあたりで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価や、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そんなことしてもうつ主が作った、変な動画を見せられるだけじゃないのか。失礼ですね、怪しい動画やしょうもない動画もありますよ。結局全部ダメじゃねえか。まあ今後も当チャンネル、アトリエタンポポよろしくお願いします。